どうも、おっさん時々少年のおっさんです。今日お昼によもぎを取ってきたので草団子でも作ろうかなと思います。よもぎは軽く下茹でして細かく刻んでいきます。うまそう。何すんの。いや、アホか。こんなんやったらアホか。いらんよ、大丈夫よ、ありがとう。少年がお手伝いに来てくれました。叩いて細かく ミキサーを使った方が楽に作れると思いますが、ミキサーはなしでいきます。ある程度細かくなったので、白玉粉、200g、そしてお水を入れて混ぜていきます。混ぜてこねて、水の分量は適当で、いきましょう。まあ、ひたすらこねる作業を続けていくだけです。しっかりとダマがなくなって粉が滑らかになるまでこねていきます。ここでさっきのよもぎを入れて絞りながら混ぜていきます。まんべんに混ざるように混ぜていきます。適当な作り方をしているので、ちゃんとしたチャンネルを見た方がいいと思います。もしくはちゃんとしたレシピで作るのがいいと思います。耳たぶぐらいの柔らかさになってきたので、ちょっと下味を入れていきます。
砂糖、これも適量で、下味なんで。よく混ぜて、全体混ざるように入れていきましょう。したら、湯が沸くまでワープします。湯が沸いてきたので団子を入れていきたいと思います。形はあえて整えません。ある程度丸めたらいいかと思います。よもぎを茹でた煮汁で香り付けのためにタンゴを入れてます。チャニニコっていうものすごい緑、汁が緑すぎる。これ普通にすごい緑色になってる。氷水に団子をさらします。粗熱をしっかり取りましょう。
完成しました。草団子です。色が薄いです。そのまま食べてみます。うん、おいしい。うっすらとおいしい甘い味で、よもぎの香りがしっかりと移ってます。もし綺麗な空気の場所があったり、排気ガスが少ないようなところがあったりしたら、ぜひご家庭で作ってみてください。すごく簡単で美味しいです。今日は何も用意していなかったので、みたらし風のあんに絡めていきたいと思います。もろみたらしよ。みたらしのあんも簡単に作れるので、こういった感じで絡めて、よもぎみたらし団子の完成です。それでは試食してみます。うん、甘いみたらし団子になりました。でも、もろみたらしよ。団子の硬さもちょうどよく、香りも逃げないのでいい感じです。それではゆっくり食べます。またご視聴よろしくお願いいたします。それでは皆様ごきげんよう。